俺さ、一つっていい、返してもらう私、え、絶対やる。じゃあ家向かで行くって言ったら絶対断るじゃん。お前家まで行くわけ。えいい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 めちゃめちゃ固くなりやがるじゃん。じゃあ何店来てんの？うん、来とった。一週間ぐらいあっちも喋ってないんだ。なんで？よう喧嘩するんだ。じゃあじゃあもう付き合ってるだろ。付き合ってる。酔っ払うとね、説教始めるの。パーク行くの。もうそれもんかすもんね、聞いとると。じゃあ仕事はちゃんとしとんだ。あ、なんかね、途中からね。じゃあ、ね、ただ、さんには、しっかりさ、いじめつけてほしいね。ああ、まあまあ、いいけど、まあ、それが自分にとってだよね。俺じゃなくて。お疲れ。お疲れ。大丈夫？ちょっと。なんかやっぱ恋愛してるの可愛くなったな。可愛くなったな。痩せた？痩せない。みんなから痩せたよね。宣伝していいですか？お店の宣伝いいですか？うん、いや、キリコはここで撮っとってよとか言ってきたもんね。ほら、先日はありがとうございます。ありがとうございます。ここでもちょっと入ってくるのが怖すぎる。俺、格闘家みたいなのもあったから格闘家。俺、そのとこも入っとったら、俺、出る人たまっとるやべえな。俺さ、一つっていい、カメラ回ってちょっと今日さ、せっかくだよね、喋ろうかなと思ったの。こんな話ばっかじゃ面白くないから。ヒュスティ。返してもらう。私？うん。え、絶対やる。おらん。じゃあ家向かで行くって言ったら絶対断るじゃん。前もらっちゃうんだろ。じゃあ正直言って。おらんおらん。いや、絶対やる。俺さ、この間もなんか思ったの。家まで行くわって。えいい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 めちゃめちゃ固くなりやがるじゃん。だって前だって家の下なんか2回ぐらい迎えに行ってるじゃん。あ、迎えに来るんだよ。行っとるよ。家にいなかったもんで、その時は。あるんだ、いろいろ。いや、今日も、なんか家行くわ。いいよ、いいよ、いいよ。めちゃくちゃ硬くなることある。じゃあ、絶対返しようでしょ。じゃあ、ほらほら。顔がくらってきても。おらんよ。可愛くなったけど、そう。いや、可愛くなったのかな。ねえ。いや、なんか家が違うなって、彼氏の家がなんかで住むもんだろうな。こういう勝手な読みとかやだ。だから質問しようよ、別に質問。じゃあ、これ、あ、じゃあ、これで動画とかも。ね、お金金くれる。あ、そういうこと？うん、これね、私が返すのかちゃんと正直に言うのか置いてったの、まさか置いてったの。いやだけどすごいよな。この視聴者の皆さんにちょっと説明すると、俺ほんとまあまあ二十何万ぐらい入ったでしょ。二十万入ったでしょ。数えたけどね。どうしよう、十九しかいかない。いや、いくらか分からんな。前から抜いたもんね、その場でね。適当に数えたけど20はあったと思う。25ぐらい最初あって、多分バタバタと出ちゃったので、でカバンに入れとったじゃん。これでカバンからちょっと出とったんだ。だからミスってなくな？いえ、で、俺全然気づかなかったんですよ。強いよね、LINE 見たら。誰か茶封筒落としてとる人いないかなーって。ちゃんと LINE が入っとって。ちゃんとね。絶対はめられる。これ絶対動画されるよっつって。いや、動画され方は何？あ、もう持ってった。じゃあ持ってくるわ。俺だったら絶対持ってくわ。いや、気持ち悪いわ。嫌だよね、怖いよね、何のお金かかる。お客さんの会話だとさすがに。1億だったら逆にもう言うだろ。いや、今。ここまで今だけど、こんなにこれだけさ、そんな言わんくてさ、まあそんなんで自分を落としたか。まあ人、まあそうだね。まあそれあるね。自分はあの騙せんからね。人は騙せんのはね、欲しいなと思うけど、そこをやるかやらない。まあチャブルはね、なんかさ、財布はさ落としとったら、まあ言うけど、しかも偉いなと思ったのはさ、お金って言うと多分俺が嘘つくとかんで、封筒が落ちとったって言えるんだよ。あ、偉いなと思った。変にお金って言うと、他のお客さんにみんなに送っとんかなと思って。で、お金って言うと、なんか、まあ、角立つっていうか分かるっていうかさ、なんか封筒が落ちちゃったけど、誰か落とし物ないっていう、なんか書き方しちゃったじゃん。株上げだね。そうですか？で、彼氏は。おらんちゅうの。嘘つくな、お前。あれやるわ。あの、ちゃんは何、店来てんの？うん、来とった。またお前さっきが分からんけど、俺はもうクソったらあいつ腹立つわって言っとるから、もう、この間ね、まあ初めて行った、まあたまたま、まあそれは、あれ、いや、え、いや、これたまたまだった、あのナンバー、あのナンバー、うん、俺見とったキミコさんじゃない、あの野郎、このクソアイディバーとか追いかけるか、追いかけるか、なんかさ、現場をって違う動画と撮ったんだけど、かんばしいとかあるから近くないな、顔でかくない、すごい大丈夫、いや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 、前髪も直してあげたいところだけど、めっちゃキモいから。あ、まあちょこちょこ来るんだ。
まあ、全然俺はまあね、まあ、ちらっと言って動画に撮ったっけ、あれもういいわ、会わんとか言って、もういいよ俺、なってないキングはまあちゃんと会えばみたいな感じ、うん、で俺もなんかね、うん、手合いもしてくれたけど、まあでも本人が気づくことだしね、どっかでね、どっかで会ったら自分が会うんだよね。でも店来てんだよ、もうね、1週間ぐらい私も喋ってないんだ。あの、よう喧嘩するんだ。ちゃちゃ、もう付き合ってるんだろ、もう付き合ってるんだろ、マジで。違う、あんだけ好き好きって言うと嬉しいだろ。嬉しくないこともないけど、うん、なんだろうな、違うって、そんな中で身を痛てちゃんとの私の間柄。男性に喧嘩するってこと、付き合ってないと喧嘩しんじゃん。うん、なんかね、酔っ払うとね、説教始めるの。もう説教後半ね、店に来て後半はほぼ喧嘩、うん、それは他のお客さんおって、うん、だからムカつく。あ、うん、仕事中、他の仕事、ね、仕事中にじゃ言うなよ、うん、プライベートで。じゃあまず知らんの時言えよ、これ。あ、そうだね、それは何十回見てんだけど、これで飲んでるとヒートアップしてくるじゃん、こっち。うん、あ、もうガチになるな、うん、そう、なっちゃうんだ。うん、あ、そうなの、じゃあ上手なママだったらさ、そうだね、そうだねって、うん、見てきとるもん、そうやって、うん、ちゃんが行くスナックも、うん、そこのママも上手にね、うん、そうだねって言って、あれでわーわー言っとんの、そう、あれだろ、クソバーって言っとんの、うん、もうそれもムカつくもんね、聞いとると、あ、じゃあクソババ言うと、本当にマジ聞いてもうそうだねなんて言えんもん、分かることない、分かる分かる分かる、そこまでしてなんか自分をなんかねえ、お前何さ、マダツになっちゃうのなるもん、うん、もうだから、なんかそういう風に上手にやれればいいんだけど、下手くそなんだ、そういうのが、うん、なんだろうな、言われてもいい人といかん人ってあるでしょ、自分が尊敬できる人だったら素直に聞けれるけど、そうだね、うん、ちょっと腹立っても、うん、あ、俺のこと思って言ってくれたんだなって思うやさ、あ、そうだな、ありがとう、まあ聞けるよね、逆にありがとうぐらいに思えちゃうけど、うんうん、のこと言うわけじゃないけどさ、うん、ちゃんのことで言ってるやん確実にさささ、の話しようからな、まずはなんか素直に聞き入れるのだ私で、そうすると喧嘩になるんだわ、はい、お前は何言ってもダメって言われて、ね、あ、それ複雑だね、お客さんだし、あれあれ、うん、まあある程度愚痴も聞いたのはあかんけど、そう、でも世話になってるのもあるし、うん、感謝もあるんだけど、まあ、限界まで来るとさ、やっぱさ、うん、何言うの、なんだろうな、お前のここがダメとかなんか本当になんか結構否定系なんだ、うん、本当でも君は君が好きなんだ、うん、なんでそれを否定するの、いや気持ちか、酔っ払って他の男と喋ることが腹立って、そういうこと起こる、いや、そんなことはない、結構働いとんだぞ、こう見えて、うん、分かった、明日からもだって東京いないんだよ、東京、東京、横浜、へ、うん、で、ま、でも楽しそうだもんね、楽しいね、仕事一番楽しい、あのさ、私ちょっと見たけどさ、うん、あの、何だったっけ、勉強する会みたいなやつ、うん、あれ、あれ来てよ、じゃあじゃあ、うん、行ったところであっちができるわけないなと思っちゃうの、ま、参加してくれやいいじゃん、楽しい、はいはい、うん、資金ステージ、 SNS 勉強会、はい、うん、SNS よりいいじゃん、で、うん、なんか編集とかが、うん、あ、編集とかお願いします、編集とかそんな別に、まあまあこういう効果ですよとかそういう、うん、まあ楽しい会がいいかなと思ってるので、後半だけでもいいんじゃない、うん、あの、何だったっけ、前おった大阪の、うん、あ、そう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 、なんとか、あ、 MJ とじゃなくって、もう一人、あの、コマショさん、あ、そうそうそう、コマちゃん、あ、コマショさん、店行った、行ってないの、あったのか、ないと思うと、初めて会った時にあったんだし、あ、プレイス、何だ、大阪で、じゃあ俺さ、うん、ちょっと、まず一個謝らなのは、あ、勉強しに来てんの、どういうこと、どういうこと、なんで、全然覚えてない初めて知らん人と喋る、私カツラで喋るかと思ったら知らん人もって何も喋るの私っつって、クズだ俺、うん、もうちょっとだなだけど一石三鳥ぐらいでいいんじゃない、まあね、で、うん、あっちも世話になってるって何とも言わんけどでもね、多少効果あるあるよ、お前、うん、一番の年上げだろ、な、一番の太客だろ、あ、まあ、一番だね本当、うん、一番だっだったな、だった、うん、で最近だってもう吸い尽くした、ね、そういう言い方やめてよ、ほんと吸い尽くしたのやめろ、違う、アホやめてよ、マジ吸い尽くしてないからまだまだ、もう吸いんかな、あ、無理最悪、元気かだけちょっと教えてくれ、元気だったよ、一週間会ってないけど、うん、まあ喧嘩して、うん、まあ週1ぐらい来てくれたの、うん、だから連絡すれば来てくれると思うんだけど連絡もしてないんで、うん、いや、まあ仕事はちゃんとしとんだ、
ということで途中からね、なんでかって言ったら、私何よく車乗るからさ、うん、そうするとどうするの、ちゃんと仕事すると、うん、もう窓開けたくなっちゃう匂いあるじゃん、ラッキー、そういう匂いするもんで、うん、塗料の匂い、うん、で、あ、仕事し始めたんだっつって、で作業着で来るっていう感じだったもんで、うん、ああそういうことね、うん、あ仕事してんだみたいな、でも真面目に取るのはいいやね、とりあえずしてんじゃないかな、もう1週間ぐらい会ってないで仕事できるの、もうちょっと元気のリーダー、なんだかんだで仲いいんだろうけどな、誰か私と、うん、で私はもう喧嘩するのめんどくさいもんで、うん、疲れちゃうじゃん仕事終わって喧嘩なんて、うん、で仕事終わってから、あ口滑ったやっぱ付き合っとんの、じゃあ仕事終わってからそういうことお前口滑ったな、じゃあさあ包んでないし付き合ってもらうだけどいい人別にまとめると、うん、そう、うん、悪い人ではない、じゃあね、ただあの人にはしっかりさ手締めつけてほしいね、あまあまあいいけど、まあ、が自分にとってだよね、俺じゃなくて、うん、自分だよね、そうやってどっかで会うわけじゃん、そうそう、ね、自分がやっぱさ、それをやることでなんか成長するじゃん、そうだ、何でもそうだよね、はい、じゃあ視聴者の皆さん、はい、今日は美人姉妹にありました、親子だけどあ、姉妹でいいかな姉妹、はい、所長皆さん、はい、うん、マスターもやろうよ、ここは、住所はまあこれちょっと貼っとこうか、うん、貼っといて、名刺村、うん、港区のモール9番街、モール9番街ですね、7番目のモール9番街、港区の昔のね、憩いの場、あーモール9番街はい、またぜひ使ってください、はい、また、キミコの店が、あ、ここから歩いて5分、あ、歩いて5分だね、あれ、ほんとここで飯食ってキミコの店っていいパターンだな、お、いいじゃん、ねうん、ね、結構ここがっつり食べ物あるもんね、よろしくお願いします、じゃあみんなで3人でせーの、また見てねでお願いします、せーの、また見てね、おお、いいないいな、背景めっちゃいいわ、映えとる、映えとる、映えとる、背景がめっちゃいい、難しいな、でもうわ、めっちゃうまそうやん、めっちゃうまそう、これでいくらですか、これで1200円です、マジ、どれくらい、うわぁ、まあ、そんなできるの、まあ一応フード系成功してるんで、あ、マジで、あ、そうなん、ちょっと配達できます、あ、はい、いらっしゃい行ってきます、誰も行ってないいや、俺食レポいけるじゃん、もうそういうところで働いてたんだったらいけるよな、食レポ、いや、キミコはいける、めちゃう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 めちゃ